おはようございます西田航です。12月1日木曜日というところでいかがお過ごしでしょうか。全日収録でございます。えっ、ー、と、今日はですね、いつも通りのゴドックス ML60Bi ということで、やはりなんですけれども、やはり若干ね、昨日ご覧いただいたア p プチャーの MT Pro に関しては、直当てとやっぱ 7.5W ていうところもあって、直接当てると、まあ、もちろんワット数が足りたとしても強めで光が。 せば狭いところだけ当たるので、後ろは暗く感じるっていうところっていう感じかなと思いました。なので今日は MLBI はいつもこっちの白壁にバウンスして光を拡散してるので、より奥の方にまでね、光が回ってる関係もあって、いつもよりも若干、えっ、ー、と、まあ部屋も暗く感じたし、ちょっとワット数も足りてなかったかな。ここの顔の部分もちょっと落ちてたかなと、全体よりも、まあ、3分の1とか半段ぐらい、ちょっと暗めに。 えー、ライティングがなっていたかなっていう感じで。ですがね、えーと、ちょっといろいろと、西田塾の動画とかでも撮ったりしてるんですが、あの、やっぱこのチューブ型の LED ライト相当面白そうでですね、えーと、使い勝手良かったです。妻でちょっとね、撮影させてもらって、で、見たところね、まあ、かなりいろんなミックスコーデやったっていうところもあったんですが、まあ、ちょっとね、スキンとの出し方むずいところもありましたけれども、うまく運用が、 えーと慣れれてくれば結構な戦力になななりそうな予感がしてますねなのでチューブライトに最適化した、まあ、例えば超軽量のスタンドね日清とかで超軽量スタンド出てますよねそれであとこう首だけ触れるようなアダプターをつけてそれを2本ぐらい用意してすぐさささっとつけて上げ下げ首上下上下とかって触れるようになればいや秒速でこれ まあ、ただ、押すだけのライティング、その、その場で、うまくこう、調整しながら、色温度も変えられるし、光量も変えられるということで、これさえできれば、バイカラーと、えっと、まあ、ルックスっていうかね、その、えっと、光量。ここの2点さえあれば、もう結構万能ですよね。ここが、仮に、例えばちょっと飲食店とかで撮影します、ハロゲンライトだった、えっと、飲食店がね、じゃあ、それを黄色みの方に、ちょっと、えっと、色温度上げて、黄色みのライトにしてから、撮影するという。 えとあごめん色々温度を下げてね黄色みにしてから撮影するとかっていう方法もありますからでワット数は稼げるっていうことですよね色が結局何が悪いかっていうとストロボとタングステンの黄色みライトが混ざったりするとケルビンが違うものが混ざってしまうとスキントーンって何かおかしくなるんですよねなのである程度そこのニ,ニュアンスが、えー、とある程度黄色なら黄色で全部統一させておけばホワイトバランス取ってオートホワイトでも取っておけばねかなり安定した 作品になるってことでまあ、特にポートレートとかいいですよねとか何かちょっとあるとピサッと出してもうほんとカメラリュックとかに刺しておける感じですよねまあ単純に言うとこのぐらいのサイズ感なわけですよ中ぐらいとこれよりちょっと太いぐらいだからこれはサクッとどっかしらに刺さるもしくは入れておけばすぐにライトが使えるっていうしかもマグネットとかついてますもんねなのでちょっと <laughs> LED の間にも入ってみようかなと思って、えっ、ー、と、アプチャーはね、1本3万円すると。で、何ライト、果たしてどうなんだろう結構みんなおす,すめしてるし、純粋にブラックフライデーセールでめっちゃ安かったんで、とりあえず2本ぐらい買ってみたんですよね。なので、アプチャーの3万と何ライトの、えー、と1万ぐらいのやつを、こう、まあ、ミックスしたときとか、まあ、色の、まあ、耐性っていうか、まあ、それだとね、カラメーターないとちょっと厳しい部分もあるんですが、厳密に言うとね。ですが、まあ、そこまでの数値化する必要もないので、自分の裸 感覚でねスキントーンが出しやすいか出しにくいかとかそういったところをやってみようかなと LED チューブライトの多頭ライティングみたいなところにチャレンジしてみようかなと思ってる次第でございますできっちり撮るっていうふうになればやっぱりですね、えー、とストロボやプロフォトの B 10あたりとかガツンと出してそれで撮影すればいいだけなのであくまでもその地明かりを生かした雰囲気重視の撮影をちょっとこう。 な,なんていうのかな、ベースアップさせたいというか、クオリティを上げていきたいみたいな、そのぐらいのニュアンスですよね。場合によっては、スマホで撮影する上でも、その LED ライトをちょっと照らして撮影すれば、それだけでも全然クオリティ変わるんですよね。昨日もここでちょっと LED ライト照らして、スマホで撮った時のやっぱり色の出方良かったですもんね。っていう感じで、ごめんなさい、ちょっと話が逸れましたが、3 5ミリ沼にも入ろうっていう、もう何、どうしたんだ、どちらかってるなっていうふうに思われがちなんですけども、 えっとですね、今 35mm がですね、フォクトレンダーが1本で、で、ライカ2本。あ、フォクトレンダーもまた、そうだ、昨日のメインチャンネルで、えー、と言ったんですけど、Amazon のブラックフライデーと関係なのに、アポランタの 35mm が買ったんだ。それがおそらくこの今日、この放送が。 配信が流れてる時に今日来るはずなんですよ。なんで、えっ、ー、と、フォクトレンダーが 35mm2 本になって、ライカがズミルクスとズマリッド 35mm が2本になって4本。で、あとはまあ一応ね、タンダマだけで言うとキャノンの RF35mmF1.8 が1本ってことで、いや、すごいことになってまして、僕 35mm、3 5ミ,ミリって僕一番苦手だったんですよ、正直。それがまあ 50mm だよねって思ったのが、50mm は逆に今、アポ済みと、えっ、ー、と、まあ、 えとなんだっけフォクトレンダーの1本とあとは 50mm は、ね、RF レンズは2本持ったりするので、まあ、それでも4本持ってるか単玉だけでですが 35mm がにわかにねドワーッときてっていう、まあ、ライカをメインで使うとやっぱり 35mm のラインっていうのがやっぱ鉄板ですよねなんでかっていうとブライトフレームあのライカの、えー、ここの素通しのガラスありますよねあそこって結構 35mm にちょ覗いた時に 35mm が見やすいような フレームに作られてるんで、すよねで 28mm になると全面になるので、四隅までを全部がこう覗いた時にきれいに覗けるかっていうと、28mm 結構覗けなかったりするっていうところで、気持ちよくパッとこう、ライカーで覗いた時、M 型ライカで覗いた時は 35mm が見えてるようなシステムになってて、やっぱライカーって 35mm のカメラなんだなって思う次第で、だんだんとライカーの M 型慣れてくると、必然的に、えっ、ー、と、 まあやっぱ3 5ミリになっていくんだなって基本増えてますからねそういえばこれえっ、ー、とこれ今日今日のメインチャンネル出すかなライカのこの M11 ブックっていうのが出ましてこの中に僕えっ、ー、とせ越ながら登場させていただいておりますので概要欄貼っておきますのでこちらもよろしくお願いいたします今日のメインチャンネルで熱く語っておりますのでそちらも合わせてよろしくお願いします <laughs> 失礼でえっ、ー、と3 5ミリ実はライカも まだまだね、僕の中ではこう予約してるものが多々あるんですよ。本当にやばい感じで。えっと、ズミルクスの、えっと、エレメント、あの、ズミルクスの最新の、えー、35mm の F1.4、アスフェリカルの、えっと、フローティングエレメント、FLE バージョン2、2型っていう、ちょっと長くて申し訳ないんですが、40センチまで寄れるズミルクス F1.4 のアスフェリカルが出てるんですよね。なかなかちょっと、 まだまだ、えっ、ー、と、予約は入れてるんですが、果たして来るのかどうかっていうところもありまして、そこも予約入れてる、アポズミクロン m 3 5ミリこれはもう全然来ない。もう2年ぐらい待ってますけど、全然来ない。で、まあ、あとは、つい最近ね、1960何年ぐらいに作られた、ズミルクス F1.4。2 0 0ムぐらいのめっちゃ小さい、ライカのズミルクス F1.4 も復刻されたっていうところで、それが50万、60万ぐらいかな。それも結構気になってるんですよね。なので、 鬼のように沼化してましててまでも、なんかここまで来たら、とことんまで行ってやろうかなっていう気にももうなってきてて、まあ 35mm っていう焦点距離もあるんですが、もう 35mm で一回、レンズ沼というか、まあそういった、えっ、ー、と、ライカの、まあちょっとまだ予約入れてるんですけども、そのズミルクス F1.4 の復刻のやつ、M、うん、そうですね、ズミルクスの M35 か。それとかも、逆に言うとオールド ライクな移り、ライカのオールドライクな移りもそこで勉強して、で、最新のフローティングエレメントの、えっと、ズミルクスも体験して、多分ね、今僕もズミルクスの、まあ、えっと、アスフェリカル持ってるんですが、ちょっとだけね、多分7年ぐらい、えっと、12年、出て12年ぐらい経つのかな、そっちの1型って言いますか、FLE1 型が。なので、 やっぱりね多分開放値とか F1.4F2 の時の、まあ、色収差っていうところ出るんですよ。この間何の時だったっけドリキンさんの、えー、とポートレートっていうかサムネ用にポートレートを M11 と、えー、ズミルクスの、えー、F1.4M35mm の。 アスフェリカルで撮った時に F4 ぐらいまで絞り込んで撮ったはず、F2.8 かぐらいまで絞り込んで撮ったはずなんですけど、やっぱ後ろの木々の葉っぱの部分がね、ちょっとだけ、えっと、青だったか紫だったか、あの、フリンジ出てたんですよね。ああ、そうかと。やっぱこの、まあ、やっぱ10年前、12年前のレンズっていうところもあり、まあ、2段絞りでも、 やっぱ、色白さ出るんだなーっていうふうにぐらいには思ってたんですよね。まあ、それはそれで味で、むしろモノクロにした時とか、その滲みが逆に良かったりもするのでね、僕は全然ありと思ってたんですが、今回のその FLE、フローティングエレメントバージョン2の方の最新のね、9月に出た方の、えー、ズンリュクス M35mm に関しては、おそらくその辺も、まあ、かなり解消されてるっていう噂なんですよね。どっかしらの、 海外の YouTuber だったかブログだったかで見たときにあ結構収まってんなっていうのを見えたのでその辺も結構期待ですねあとは何よりもやっぱり3 5ミリで、えー、としかもライカの M 型で4 0ンチまで寄れるっていうところも大きな魅力なのでもちろんライブビューでの撮影にはなりますがもしくはビゾフレックスでねその辺も楽しみでまあ来たらちょっとレビューしたいなっていうその今言ったフローティングエレメント1の方と2最新の方での違いとかもやりたいですし ズミルックス M50mm の復刻の方あズミルックス M35mm の復刻の方ねこちらも 200g でどのぐらいこう開放値になった時にこうにじむっていうかぼやっとする感じとかの表現とかも面白いですよねまたそれも今ゲイズとかサインスに代わる新たなモノクロ表現とかでも取り入れられるかなと思ってちょっとレンズも含めた自分の表現っていうところしかもそれを 35mm でもうフォクトレンダーからライカからっていうところで M 型でずらーっと一回 3 5ミリっていうところをちょっと極めてみようかなともう完全に沼っていうよりかはもうこっちから飛び込んでやるよぐらいの気持ちで何本だけ全部揃えばおそらくは <laughs> えっとまあ10本近くなるってことなんですがまあ一度に返すっていうよりかは一本一本を丁寧に解説していくような動画を今後作っていこうかなと皆さん3 5ミリどうですかね気に入ってる人いますか僕は今まで 50mm が本当にね、自分のメインレンズだったんですが、いよいよ 35mm っていうところにも、自分自身がね、飛び込んでいくと、いや、かなり面白いレンズだなっていうふうに思ってる次第でございます。<laughs> っていうところで、今日も使い方にお過ごしください。西田哲でしたどうも